どうも、ポンポンゆりです。というわけで、今回は、こちら、キヌジョさんの、エッグショットっていう脱毛器をね、紹介したいんですけど、まずね、私の脱毛の歴史についてちょっと話そうかなって思うんですけど、私は高校卒業してすぐ、友達の友達が、脱毛サロンで働いてるっていうことで、友達に誘われて、脱毛をね、受けてました。で、それは1年継続してやるやつで、私は脇と肘下をやってもらってました。でやっぱりお店でねやってもらうとかなり、値段がねお金がかかってしまって、続けられはしなかったんですけど、まあ、1年行ってでかなりね毛は薄くなったんですけど、やっぱまだ生えてこないまでにはならなくて、でその1年が終わってからはもうずっとカミソリとかで処理してたんですけど、最近ね私が使ってる脱毛器っていうのが先ほど紹介したこちらのエッグショットっていうやつなんですよ。でこれ本当になんかすごくて、まあね入ってるものは、説明書とか、あと保冷剤とかね、あと顔もできるので顔用の部品とかも入ってるんですけど、本体がね、まあ、こちらになります。はい、これですね。これここが光が出るところで、この光脱毛ができるっていうやつなんですけど、こういうのって私効き目があるのかなって本当に疑ってて、効き目がないんだったら、まあこれ2万円なんですけど、2万円払うのももったいないじゃないですか。これ私使い始めて、10月の終わりくらいにいただいたんですけど、もうねすでに2、3回くらいやってたんですけど、この指の毛とか手の甲とかがさらに薄くなった感じはかなり感じました。なのでね、これすごいのかなって思ってちょっと紹介しようと思ったんですけど、こういうね家庭用のでやっても光が弱くて全然効果がないっていうことをねよく聞くと思うんですけど、こちらね5段階、まあ、人によってね調節、まあ、毛の濃いところだったりとか毛の薄いところだったりとかで調節できるので、すごくねいいなって思いました。でこういうのって間違えてねこう押しちゃった時に目とかがやられたら困るじゃないですか。でもこちらはこのちゃんとここがねくっついてる状態じゃなければ光がね出ないっていう仕組みになってるみたいで、間違えてねこうこの辺で光を当ててしまったっていうことが絶対にないので、安全面もねすごくいいなって思いました。でね使い方がね難しいのかなって思ったんですけど、かなり簡単で、まずこういうサングラスがね、まあ付属でこれはついてきたんですけど、サングラスをかけて目にね光が当たらないようにしてから、電源をねここのボタンで入れて、電源を入れた後にここがね光るんですけど、この段階を合わせるのはまた電源ボタンを何回か押すと光が強くなったり弱くなったりっていう調節ができるんですけど、で光が調節できたらもう本当に手に当てたり、ね、気になるところに当てて、ここの真ん中のボタンを押すだけでピカッて光って脱毛がねできるんですよ。もうそれがね 1,2 回使っただけでかなり効果が分かったので、あこれすごいなって思ったんですよ。でお店でね脱毛に行くってなるとやっぱ時間とかも決めなきゃいけないし、あと毛をね、まあ、人に見られるわけじゃないですか。あ人に見られるのはね結構気が引けると思うんですけど、こちらだったら自分でもう本当に一人だけでできるので、まあね、そういった恥ずかしい、人に見られるのが恥ずかしいっていう方にもおすすめだし、あとお店に行くね余裕がなかったりだとか、まあ時間的にもお金的にも余裕がない人とか、そういったね方にすごくおすすめかなと思います。はい、というわけでね今回はこちらのエッグショットっていう脱毛器を紹介したんですけれども、皆さんは脱毛ってどうやってしてますか？まあね、お店に行ったりだとか、まあ、こういった商品を使ったりとかっていう本当にバラバラだと思うんですけど、こういうね家庭用のやつ使ったことないよっていう方で、使ってみたいけど効果がなかったら怖いよっていう方だったりとか、脱毛をねまだ一回もしたことがなくて、まあ、お店に行くのちょっと不安だなっていう方とかにすごくおすすめかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。こちらの商品は下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。というわけで今回はねこちらの脱毛器を紹介しました。ぜひ参考になれば嬉しいです。チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。